5時間帰ってよかった。三日間徹の俺にこの日差しは強敵だ。同じ高校のやつか。危ない、トラックが。佐藤一馬さん、ようこそ死後の世界へ。あなたはつい先ほど不幸にも亡くなりました。短い人生でしたが、あなたは死んだのです。俺が突き飛ばしたあの子、生きてますよ。まあ、あなたが突き飛ばさなければあの子は怪我もしなかったんですけどね。あのトラクターは本来ならあの子の手前で止まったんです。トラクター？ええ、トラクターですけど。俺の死因はトラクターに耕されたってこと？いいえ、ショック死ですけど、トラックに引かれたと勘違いして。え、恐怖で失禁、気を失い近くの病院に。医者や看護師には現れない。やめろ、聞きたくない。現在あなたの家族が病院に駆けつけ、その死因に家族さえも思わず吹き出し。